相手の腕攻撃がパワーアップ、腕の攻撃には特に注意、相手の足攻撃がパワーアップ、足の攻撃には特に注意、体力戦乱闘相手の HP0 で撃墜、体力低下。要は全てに注意しろということやろ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。よし、ということで、どうした、戻れんのかと思ったぞ一瞬。はい、進んでいこう。こっちでいいんかな。カビゴン、ジャイアントキングクルー、え、でかい。体力制で制限時間ありの乱闘を時間内に倒せ、相手は動かない、一気に畳みかけよ。動かないの、マジで。体力制なのに、あ、でも制限時間がってことはめっちゃ体力があるってことかな。それは辛い。それは辛い。なるほど、動かない、だからカビゴンなのね。だからカビゴン、動かんのよね。動かない、攻撃もしてこんってこと。そういうこと、そういうことなんやね。なるほど。吹っ飛べよう。なんか相手あれなの、もしかして自動一平さん来た。なんか体力回復しよるってことこれ。はっ、いけ。あ、全然余裕。もうめっちゃ繰り返しばっかりやってけど。え、なんか超弱い者いじめみたいじゃない。ステージ強風軽減、強い風が吹いても飛ばされにくくなる。よき、二つ目よき。え、でも前回 あっちに行く前にこっち来とけばよかったってことかな。え、これってさ、つければつけるほど軽減されるってこと？もう一個つけたらそれだけなんかな。二個目とか意味ないんかな。シルバー、相手がブラックボールを持参、吸い寄せられて動けなくなる、相手はアイテムに気を取られやすい、奪い取れ。ブラックボールとかやめていただきたい。やめていただきたい。はい、行きます。さあ、来いよ来いよ。シルバーかっこいい男の子。戦うのはソニックやけど。ヘイ、来い。持ってる持ってる、ブラックボール持ってるよ。はっ、そして速攻で奪い取るやつ。はっ、で、あ、これさ、ちょっとボム兵、ちょっと待って、全然違う方向なんだけど。はっ、めっちゃアイテム出てくる。え、何、もうブラックボールなくなったの、早くね。はっ、ちょっと待って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 、なんか漫画でさ、喧嘩した時みたいになってるね。煙だらけで何も見えないっていうね。あ、すごい、なんかめっちゃいろんな色の煙が。どうでもいいけど、ブラックボール来たよ、ブラックボール来たよ。え、全然吸い込まれてくれんやん。そしてこの星の意味が私にはよくわからない。あー、やばい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 、私がちょ、やめてよ。これ何、あ、氷のやつ。あ、危な、え、凍った。あ、私が使ったから今。そういうことか。危ないよ。めっちゃ呆然としたまんまやられてった。やったー、シルバー獲得。投げ強化。相手をつかみ投げた時の攻撃力アップ。紹介。何か放ちそうやね、手から。青い玉がついたものはポイントマーカー。攻撃すると玉が回転。青いマークがついたもの、なんかよくわからないけど。嬉しい。かわいい、みんな乗っとる。巨大化した相手が登場。ジャイアントヨッシー、頑張っていこう。こののんきな音楽いいと思うよ。スティールダイバー持ち込み。あ、巨大だから、相手が巨大だからってことですか。こいこい。まあ、確かに、あれやね。ヨッシーがでかくなったみたいな感じのキャラではあるね。思ったよりでかくなかった。思ったほどはでかくなかった。でででい。あ、私なんか銃も、これがスティールダイバーってやつ？あっち、こっち、こっち、こっち。ほら、私なんかこんな技あったっけって一瞬思ったけど。ちょっ、ペイ、コイン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 ってやりたいんだけど。はっ、相手に直接爆弾を貼り付けていくスタイル。お、なんかチンクル落ちてきよった、今。スイマ、水中に入り続けても溺れなくなる。あ、これはもう軽減じゃなくて、溺れなくなるっていう、もう確定？断言されるやつですか？いいね。なんかこの先何もなかった気がする。行き止まり？行き止まり？行き止まり？
ですね。水が激しく流れている。このまま進むと流されそうだ。ないの？何もないんすか？なんかあっちにも行けるっぽいけど、とりあえずこっちに。クリボー。スモールドンキーコング軍団。スモール？大量の相手が出現、まとめて吹っ飛ばせ。ほんほん。ドンキーがスモールになるってなんかちょっと、変な感じするけど。リップステッキ持ち込みや、今回私。行きます。なんかこう、ランダムというか、おすすめにしよるけん、自分が、何で行くんかもちょっと結構楽しみやったりする。リップステッキよきー。ドンキーたちの頭にお花を咲かせていく。ちょ、君もよし、来たー。お前咲いてないな何さっき後ろでなんかあれ、なんてキャラやっけ。メットやったっけ。おー、危ね。めっちゃなんか飛びまくりよんやけど。お、あのアイテム、アイテムが出たら取り、ちょ、取らないで。吹っ飛ばしー。お、あと君だけか。あ、ちょ、待って、今弱かった。めっちゃ弱かった。くっ、帰ってくんなよ。お、それもう、結構な復帰力ですね。は。くっ、早こい、早こい。ほーん。鼻で突き刺してよ、恐ろしい。あ、なんか、銃落ちとった。獲得クリボー足攻撃強化。足攻撃なのね。ふんふんふん。踏み潰されてちょっと強くなったんかな、足が。百人組手だよ、アイテムが。百人組手まだやったことないんよね。バルー、リュー、あ、ゼルダなんや。かわいい、なんか、おっさんみたいな座り方しとる。巨大化した相手が登場、ジャイアントリザードン。リザードンただでさえでかいと思うんやけどな。ほい、炎&爆発攻撃強化。炎&爆発攻撃、なんかアイテム出てきたりとかするんかな。相手がならわかるけどね。あ、でもそっか、マリオ炎使うか。へい、来い。来いよ。来いよ。早く来てくれる。はい。何そんなとこで炎吐いてる。へい。くっ。これってさ、もしかしてずっとこの場所なんかな。やめてほしいんやけど。こんな部分でしか戦えんとか、絶対無理やん。絶対死ぬって。死ぬって。あ、やめて、飛ばないで。自分が動かしてるけど飛ばないで。あ、どうや。君翼あるからいいよな。翼があるっていいよね。飛べるもん。ジャンプしかないんだよ。あ、いいな。あのファイヤーバー欲しいんだけど。やめてよ、取らないで。あ、取る、もしかして。あ、カレー？ほっ、アイテムに見向きもせんやん、こいつ。強っ。えい、えい、えい、えい。あー、よかった。あっという間に決まって。怖かった。はい、解放、バルー、転倒無効。お、転ばなくなり尻餅をつかないやって。尻餅つくこととかあるんやね。もしかして私今まであったんかな。ちょっと、よくわかってないけど。バックシールド、拾うと背中にシールドがつき、後ろからの攻撃を防いでくれる。あ、何？あれなの？前と後ろがあるってこと、ちゃんと。今まで縦全部、後ろにしかつかんなって思い、あ、たどり着けるんじゃない？あれもしかして。フライゴン。定期的に地震が発生、地上にいると転んでしまう。お、これこそやん。これあれな、もしかしてなんか、それの前に、ほら、転倒向こう、そういうのが手に入るってこと？まあ、今の全然バルーじゃなかったけどね。リドリー。リドリーって何のやつやっけ？ちょっとよくわからない。ポケモンじゃないよね。なんかポケモンの音楽流れよるけど、チャンピオンロード。へい。コイン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 。来いよ。へい。あ、危ない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 。ちょ、待って、危ないから。超絶危ないから。こんな場所で戦ってんじゃねえぞ。地震が起きるって言ってるじゃねえか。こっち来て早く。自分から移動しないやつ。滑って転びやすいところにさらにバナナの皮を設置していく。あ、一応あれなんやね、緊急地震速報みたいなの流れるんやね。テレン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 。来た。はい。は、全然ステッキ関係ない。へい。これ普通に攻撃なんかな、このステッキ。へい。あ、でも離れて1番で攻撃ができるってことかな。いや、この落とす気。テレン。
いや、びっくりした。私がやられたと思った一瞬。解放フライゴン、なんか特に効果なかったね。これゲルドの盾に吊り橋に乗ったり攻撃すると壊れることがあるが、実は何もしなくても時間経過でということか。お、こっち側の霧も晴れた。ひまわり咲いとる。あっちフェイロン、相手の腕攻撃がパワーアップ。腕の攻撃には特に注意。相手の足攻撃がパワーアップ。足の攻撃には特に注意。体力戦乱闘、相手の HP0 で撃墜。体力成果、要は全てに注意しろということやろジャンプ、体力、私もこっちもいろいろと強化されているっぽいよ。ルカリオ、黒いルカリオやね、かわいい。レシコイ。ルカリオっていつもここのイメージ。ここポケモンのところってことなんかな。違う、あ、ここじゃなかったな。ここじゃないね。なんか下があるやつやね私ジャンプ力ダウンしてんの。全然、あ、全然そんな感じせんけど。なんか二人ともすごい青い炎に包まれ、あああ、つらいつらいつらい。そう、足攻撃と腕攻撃強化されたよね、相手。やばいやばいやばい。とりあえず全体的に強化されてるってことやね。へい。めっちゃくる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 回りよる。ビクトリー。フェイロン。腕攻撃強化。パンチ、エルボーなどの攻撃力アップしよう。足攻撃は強化されないのね、こっちは。軽さランキング1位ピチュー、2位プリン。プリンより軽いの、ピチューって。マジで？やば。え、だってピチュー絶対ふわふわ飛ばんやん。ブンブン。相手がスーパーアーマー、ひるみにくく、蓄積ダメージが低いと吹っ飛ばない。相手のダッシュでダメージを受ける。体当たりに注意。巨大化した相手が登場。ジャイアントゼニガメ。ゼニガメと戦うんか。なるほどね。でかいゼニガメとかもうカメックスになれよ。あ、やっぱ2つつけれるんやね。へぇー。来いよ、来いよ。よし、来い。どれぐらいでかいんやろ。言うてまたそんなにでかくないんやろ。だってリザードも全然やったし。なんか、うん、よくわからない。ジャイアントなんだか何なんだかわからない。スーパーアーマーなんよね。でも元からさ、あれじゃない？や、ちょっとよちよちついてくるの超可愛いんですけど、でかいけど。はぁ、あ。来いよ来いよ。あてか元からね、この亀の甲羅でさ、絶対防御力高いと思うのにさ、それプラスのスーパーアーマーやってどんだけやねん。防御しすぎやろ。あっという間、よかった。もっと強いかと思った解放ブンブン、レベル99で超過できる。え、でも十分も強かったよ。1600あったもんね。レベル99で超過できるやつはなんかちょっと育てていきたいよね見た目もちょっと変わるし。え、これでここ、あ、入れるよ。何ここ。あ、なんか中に入ってった。あ、なるほど。ここで何かが解放されるとかそういう感じかと思った。はい、じゃあメカクッパ行きます。スモールクッパ軍団。相手がボム兵を持参。当たると爆発で吹っ飛ばされる。スモールクッパ軍団。マッハスタンプ。トス&メテオ。なんかよくわからないけど、ま、いろいろと。もうなんかね、私あれだよね、スピリッツのやつさ、なんかいろいろ、あれやん、ゲットできるやつあるやん。あれめっちゃ適当に全てやっていきよるけんさ全てやりすぎてなんか何が何なんだかよくわからなくなってきたよね。てかこのクッパ超可愛いんですけど超小さい、本当に小さい。なんかでかい方はあんまわからんけどさ、ちっちゃい方本当ちっちゃいよね。可愛いよ君らいかついけど可愛いよ君ら。へい。あ、なになになに、押し出される。やばい、そういう方向にも動くのね。なんか一方向にしか動かんのかと思って油断しとった今。ついっ、危ない。来る？帰ってきます。あ、帰ってこれんのじゃない？ちょっと帰ってくんなよ。はっ、ちっちゃいな。あ、押し出されそう。ギリギリ大丈夫。解放メカクッパ、炎の床軽減。炎の床で受けるダメージを少なくする。あ、いいねそれ。そう、炎の床だいぶダメージ受けるけんね。やばいやばい。これは助かります。
そしてなんかこれあれやね、一個一個の距離長くない？ジュスト・ベルモンド悪魔城ドラキュラシリーズ。ステージに炎の床設置、乗ると大ダメージで吹っ飛ばされる。相手の移動スピードがアップ、動きに惑わされるな。これ軽減だけでダメージを受けんわけではないよね、さっきゲットしたやつ。あ、炎の床軽減、速攻で速攻で役立てていく。リヒター、誰誰、なんか名前も聞いたことないんやけど。あー、頭身が全然違うわ。どれぐらい、あ、ね、普通にダメージ受けるね。でも多分ダメージ量が減っとんやろうな。上に上がってきて。君はなぜ平気なの？人間だよね。人間じゃないの、もしかして。サイボーグとかそういうやつですか？はっ、あ、やばい。あ、なるほど、ブーメラン式なのね、それ。帰ってくるのか。お、あっという間じゃねえか。何、見かけ倒しすぎない？お、1621% 結構強い。よきよき。あ、あれ、効果が書いてないやつはあれなの、アタッカーか。なるほどね。そういうことね。あ、こっちなんか、あれは何？どこからスイッチを押すの？あのスイッチを、え？どういうことなんやろ？あれを押しに行くの？押してから行く？よくわからねえ。はい、ということで、じゃあ、次、シャドウマンから。ということで、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかあれやね、多分苦戦するとことかは、ま、キャラクター選ぶのがあれっていうのもあるけど、なんかちゃんとそれより前に役立つものを取ってなかったりすることが多いってことかな。